夏野菜の植え付け第2弾です。玉ねぎを収穫した後、畝作りをしました。今回植えるのはピーマン、万願寺ししとう、そしてカモナスの苗を見つけましたので育ててみようと思います。そして、きゅうり3本です。夏スズミという品種です。表面がつるっとしてるやつですね。そしてトウモロコシです。ちょっと植え付けには遅いのですが、まだ育つので植えてみようと思います。キュウリの支柱を設営しております。強風で支柱が倒れないように2本でお互いを支え合う構造にしています。2本が重なり合っているところで梁の役割をする支柱を挟んでいます。キュウリも成長すると重たくなるので真ん中にもう1本支柱を立てます。キュウリの支柱が完成しました。2本の支柱で針を支えています。あと真ん中にもう1本支柱を立てました。網もすべての縫い目に支柱を通してキュウリの重みに耐えるようにしています。ではキュウリを植えていきます。3本とも接ぎ木です。次にビニール紐でつるをくぐって誘引していきます。この時点ではあまりきつく縛らなくていいです。風を受け流せるくらいでいいです。
植え付け終了です。キュウリはどんどん成長するので、ジャングルのようにならないようこの誘引作業はまめに行いましょう。次は残りの夏野菜を植えていきます。